渋谷高架橋は、東京都渋谷区の JR 渋谷駅上部に架かる、首都高速3号渋谷線の橋である。首都高速3号渋谷線のうち、渋谷駅前後の渋谷4丁目の青山、学院大学付近道玄坂1丁目付近の 1.3km は1962年に着工した。渋谷は、文字通り、国にあり、青山学院グラウンド付近のトンネルを抜けると、 渋谷駅付近では高架となり、南平台町付近では両脇を走る玉川通りとほぼ同じ道路面高さとなる。渋谷4丁目の暫定出入口と渋谷出入口の間は東京オリンピック直前の1964年10月1日に開通。渋谷4丁目谷町ジャンクション間は1967年9月2日。 渋谷洋画で入り口まで全線開通したのは1971年12月21日である。渋谷駅西側にも同形式の橋が架かる渋谷駅付近では山手線と当時効果だった東急東横線交通の服装する駅の東西の街路上部を通るため十分に安全でかつ交通を阻害しない工法が検討された。 その結果、鉄道上部の鋼げたを挟む2連のプレストレストコンクリート中央品実機産景観連続ラーメン箱げたが採用された。橋長はそれぞれ144メートルと171メートル。施行にあたっては1959年に神奈川県の嵐山橋で初めて日本に導入され、それまで山間部の橋梁で実施されていたディビダーク工法が 日本の都市部では初めて採用された。左右にバランスを取りながら張り出す工事風景は注目され、新聞、雑誌や学校の教材にも矢印塀広報として紹介された。ありがとうございます。